皆さんこんにちは、さえぐさ心です。今回はチャンネル登録者数2万5000人を記念してプレゼントをすることになりましたね。はい、それの応募数がなんと1810人。たくさんのご応募ありがとうございます。さらにいつも見ていただいてる方がこんなにアンケートに書いてくれたことに感激しております。結構ね、ああじゃないこうじゃないという項目もたくさんある中でですね、このアンケート結果はすごく感動でした。ありがとうございます。ドライバーは1810分の1の方に当たります。で、せっかくなんでね、アンケート結果をいくつか紹介していきたいと思います。はい、まず1つ目、月に何回ラウンドするんですか。一番多かったのはですね、なんと月に1回程度。っていう、月に1回しか、私なんか1回しかとか言っちゃいましたけど、1回って普通なのかな。月に1回ラウンドする方が 33.7% でした。で、次に多いのは月に2回程度ですね、 28%。 一番少ないのが月に3回以上。もしかしたら皆さんあれかもしれないですね、月に1回のゴルフを楽しみに行くまでにゴルフのイメージを作るのに見てくれてるとか。どうですか、違いますか。そんな感想を受けました、この結果には。次、リンゴルフを見てくれてる方の年齢、一番多いのはなんとダダン、20代。そうなの、これまたびっくりです。20代と30代で半分超えてます。 50% 超えてますね。ありがとうございます。そこがまたネットのね、魅力かもしれないですね。手軽に iPhone で見れるので。はい、ゴルフ層とは、ゴルフ層はね、多分ね、50代60代の方がほとんど、ゴルフ人口のほとんどを占めてるって言われてるんですが、この YouTube に関しては若い世代もたくさん見てラウンドに行ってるということが分かります。ありがとうございます。次、ゴルフの平均スコアは、一番多かった平均スコアの層がですね、なんと90から99。わかる、この100切りぐらいのね、間近のね、もしかしたら100叩くこともあるよぐらいの方たちですね。まあ、リンゴルフはあのすごい上手い方も出てるんですが、結構そのアベレージが90代ぐらいの方に向けても作ってますので、すごい上手い人は、上手くなりたい人は、あ、リサちゃんとかね、塩田さんとか、純ちゃんとか、はい、参考にしてもらえると思いますし、で、またこう100切りをね、達成したいっていう方とか、達成したい女子とかにはこう、今100切り動画で何人か出てる女性ゴルファーがいると思うんですが、そういうのを見てもらえれば、100切れた時に何が良かったとか、はい、結構アプローチ怖いなと思ったらピーで転がすとか、そういうのもあるんで見てもらえたら嬉しいなと思います。はい、でですね、皆さんの一番今回期待と言いますか、あのアンケートでですね、ドライバー何が欲しいですかって聞いた第3位から順に発表していきたいと思います。ダダダダン、第3位、ピン G400。 これもよく見ますね、動画で。ゴルフネットワークとか見てると G400 の広告とかよく見るんですが、私まだ打ったことないですが、かなりインパクトがあるドライバーでした。パッと見たの広告ですけど、なんかこうかっこよくてね、スタイリッシュで、あのピンといえば青の文字のイメージなんですが、確か G400 オレンジとか黄色っぽいかな、字が今回ついてたと思います。 G400 第3位、まだ出たばかですがね、発売したばっかじゃないですかね、これ第3位に組み込んできました。第2位、テーラーメイド
M2、M2 どっちだろう、私は M2 って呼んでるけど、はい、これもね飛ぶと有名ですね。飛ぶ飛ぶと言って皆さん結構 M2 に変えてる方よく見ます。はい、構えた時のね、あのフェイスの白と黒とのコントラストが M2 の特徴だなっていうか、テーラーメイドのね、その M1M2 の特徴だなと思うんですが、私 M2 はでもシダしたかな、したことありますね。グローレと M2 シダして、私はグローレにしました。うん、これももう第2位なるほどなと。つまり皆さん飛距離がやっぱドライバーには求めてるものといえば飛距離だと思うので、飛ぶクラブが欲しいわけです。第1位、これはねすごかったです。今回はもうドドンと来ました。このドライバーの名前がキャラウェイエピックスター、今使ってます。 YouTube でもインスタでも見てもらえてると思いますが、私が使っていますキャロウェイエピックスター、なんと堂々のナンバーワンでした。うん、女性でもね結構書いてる方が多くてですね、エピックスター、まあ、女性モデルも最近出たのでかなり皆さん注目しているようです。実際に私も飛距離が伸びております。で今回1810人、たくさんのご応募があって、本当に他にもタイトリストがあったりとか、エピックサブゼロがあったりとか、はい、たくさんのメーカーさんのクラブ応募いただきました。でこの1810人の中から一人ですね、まあ抽選するんですけど、公平なピッて、はい、抽選で選びます。で今回はなんと、いやー、やっぱ多かったからですかね、アンケート結果もエピックスター、しかも女性の方に当選となりました。すごいですね、1810人の10分の1でエピックスター女性、はい、ぜひ飛ぶのでね、コースで使ってその感想をね、あ別にあの強制じゃないですよ、感想をね書いてもらえたら嬉しいです。はい、では今回の動画は以上になります。またね今後もたくさん3万人とか3万5000人とか、まあそうじゃなくてもいろんな風なこういうなんかプレゼントとかねできたらと思ってますので、これからもリンゴルフたくさんの方に応援していただけたら嬉しいです。コメントもあの動画にねいつも書いてくれてると思うんですが、募集してますので、コメントやいいねもたくさんもらえたらと思います。ではまた次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。